どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。鈴木博士、西武王への道やっていきます。まあ、やっていきますといったところでね、ところでねじゃないわ肝心なことを言おうと思って忘れてました。強さをね、どれだっけ、難易度設定じゃなくてフィールドプレイ設定だっけな、じゃない、試合設定じゃない、ユーザー設定かで、強さを見てみたんですけど、強いマイナスみたいなんですよね。ちなみに、難易度設定で見ると、これはどういうことだ、強いまでしかいかないのに、強いマイナスは強いに入るのか。いやマジか、そんなに、そりゃあまあでもそんだけね、強いマイナスだったら打たれるわなんて話ですわな。さあ甲子園で投げたい、いきます。ちょっとごめんなさい、何を言ってるか分かんなかったですね、ごめんなさい。照明に火が灯りました。ナイトゲーム今日からスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。頑張っていきましょう。甲子園公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの21回戦です。開催中でございます。解説は西俊彦さん、里田智也さんのお二人、ね、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。ここ数年の暑さ異常なんで、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。熱中症は本当に気をつけてください。チーム同士の相性の良し悪し、まあ、終わったかもしれませんけど、あるものですか。いきます。おそらくシーソーゲームですよ、負けました。畜生、なんとか逃げ切りました。出番あるかと思ったんだけどな。緊張感、まあこういうこともありますわな。やべ、また5位転落か。 CS ここに来て順位落とすって、 CS やばいでしょ。頼むよマジで。2戦目、小笠原さん頼みます。雨が降り始めています。甲子園球場です。22回戦だから終わりそうです。阪神タイガース対中日ドラゴンズの22回戦です。もしかしたら投げてないチームあるんじゃないですか。西俊彦さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔で。残念ながら今度はちょっと点差きついたんだよな。両チームよく打ちましたが、最後は力勝負に敗れてしまいました。こういう試合はなんだろうな。いかがですか。打線がねよく頑張ったんですけどね。嬉しいような、まあ、複雑な感じなんですよ ね、 そうですね。明日に期待しましょう。出番がないってやっぱ一番辛いな。今日は勝利になりました。出番があったらあったで打たれそうになってんだけど、てか打たれてんだけど、なんかな、違うんだよな。もうなんかとことんね投げさせてほしいんだよな。この点先発って楽なんですよね、正直実況取る上では。まあでもね、抑えも抑えで楽しいからいいんだけど、大野バッテリーお願いします。よく晴れた天気になりました。甲子園球場です。打たれてセリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの23回戦です。解説は小宮山さんでは楽しいんです。ただ本当に2015の感覚、15というか、6だっけ、2015の感覚でいうとね、まあ失投がものすごく打たれるなって、まあ そこに違和感を、そうですね、期待しましょう。覚えずにはいられないといった状況です。タイガースが金差で勝利を収めました。なんで8回で逆転されんだよ。もう出番あるかと思ったのに、こっちは何してんだよ。誰だ、ドミネスさんかな、祖父江さんか。8回には祖父江さん、セットアッパー。7回ってことは、あ、そうか、それでいい。もうそこを抑えてくれなきゃさ。で、防御率9点台の人間が言うセリフじゃないけど、2.63 の方に言うセリフじゃないけど、いやあげたかったな。もうさあ、ヤクルト戦、またヤクルトかなこれ。え、あ、前はあれか、でも3連敗したから出番なかったんだ。山井さん、もうそういうの流れ悪くするからやめようぜ。
名古屋ドームからお伝えしてまいります。防御率9点台で7敗もしてる守護神が言えたセーフじゃないんです。22回戦です。でも今回はね、正直解説は里崎智也さん、赤星のりひろさんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。僕が打たれてるからあんまり強く言えないんですよ、ね、赤星さん。いや言ってるやんけ。まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まずは先制点を取って優位な展開に持ち、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。やめよう、そういう失点大量失点。今日はなかなか勝機が見出せ、エラー3つはちょっと多いよ。それは多すぎますよ。誰ですか。亀澤さん、高橋さん、京田さん、内野手3人組。もう4位と5位をうろついても仕方ないんですよね。3位、せめて3位とね、ちょっとうろつかないと。わ、借金になっちゃったし、もう借金生活じゃんか。すげえ負け越してない今月。頼むよ、本当に。名古屋ドームです。最初セ・リーグ公式戦、難しいね、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの23回戦です。なんだろう、解説は小宮山さん、一点も許されないっていう状況が本当にきつい。でお伝えしていきます。そのくせね、ヒットをめちゃくちゃ打ってくる。本作クローザーすごい風当たり強いよ、ね、たくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手の冥利につきますよね。松井さんでセーブを取るという企画も考えてた。そうですね、たくさんのファンの方の声援が。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。ピッチャー右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは鈴木、ここでピンチを招いたのが出てきました。まあここでね、ズバッと仕留めましょうよ。そして打席にはバッターボックスの西浦。今シーズン得点圏での打率は1割8分5厘となった。レフトへ、このフライはヒットになりそうだ。オッケー、一球セーブ達成。これで3アウト、セーブつくよ。3点差守りきり、試合終了です。一球カーブ投げてアウト取る。さあこれでランニングポイントも進んだ。盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。これいいのかな、先発ピッチャーがしっかりとした投球。セーブついたからいいんです。笠原さん、ナイスピッチングでした。正直打たれたらどうしようかとすげえ悩んだ。これ打たれたら笠原さんに多分背中刺されてた、本当に。よし、月間用意、まあ縁はないでしょう、大貫投手、ルーキーかで丸選手、岸投手、ウィーラー選手、おー、ダブル楽天イーグルス。よし、参りましょう。9月に入りましたね。大事な時期です。まあいつも大事だけど。お、調子いいんでね、写真もお願いします。名古屋ドームからお伝えしてまいります。さあ行きますよ。プレミアムモールスの広告も見えるでも僕はビールが飲めない。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの24回戦です。なんか、苦味がね、慣れない。赤星のりひろさんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、どうぞよろしくお願いします。の口には、エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。ヒット数は勝ってんな。赤星さん、やはり今日は相手がエースだったということで、ヤクルトってやっぱ小川さんがエースになってるの。なんか実際だとめちゃくちゃ負けてんだ。小川さん、なんでこんな負けんのってぐらい負けてんの。ゲームの中だと12勝だもんな。いやもう4位と5位の間うろつくのいいって。もう差をつけて4位になろうぜ。もうていうか3位になろうぜ。合流してもな、多分もう間に合わねえんだよな。選手伸ばしていくか。ちなみに監督とかだとこういうランク、起用ランクが、ちょっとこのなんかスタッフじゃないけどこの人と話そうかな。矢野健さん、ね、お盗む。観察眼。ああなるほど、交流を深めれば観察眼がもらえたんだけど、これはどういう効果だ。どうやって見れるんだろう。
れかな。でも今できないもんな。こういうランクが上がりやすくなるとかそういうことかな。今は気にしてもしゃあない。さあ巨人戦、よしみさん絶好調、頼みます。雨が降り始めています。雨が降って、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの21回戦です。さあ延長10回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズがマウンドに送る。さあマウンドを任せ、あ、西川選手、あれ初球は際どいところに来ました。まあ、マルさんは今違うんか。吉川さんめっちゃ疲れてるよ、休ませてあげて。亀沢さんもめっちゃ疲れてるよ、休ませてあげて。ダイソーでネオ選手が出たね。ドノーウェ選手とかスタメンで使ってもいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい、よいしょ、はい、アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。よし、ショートうまくさばいて一塁送球、一塁アウト。さんナイス。こちらが先ほどの配球になります。4番坂本隼人。あー、ボール球ってんだな。あっぶね、初球打ち、ファースト正面掴んだ。さよならホームラン打たれても一塁に入ってアウト。そうだ、早く忘れる。バッターはダイソーから起用された北村さん。正直ちょっとありがたいかもしれない、でもパワー C あるんだな、油断できねえ。初球ボール、あ、ファールか。ファールです。おい、よし、縦のスライダー、ワンボールツーストライクです。フラインか、際どいコース。さあ5球目は何か。どうだ、外のボール打った、さあいい当たりになった、ワンバウンドヒットになった、レフト前ヒット、まあ、3者凡退じゃなくてね、3者凡退である必要はない。ここはうまく打ち返して出塁していきました。じゃない、代打。バッターボックスには代打の小林。おー、小林さん、世界の小林さん、マジか。いや、山尾、あ、ダイソーも使ったの。いきなり牽制、ね、一塁はセーフ。よし、OK。大きなスイングですが、空振り。意外性持ち、怖っ。スピードボールを持っています。ほら、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、2塁タッチアウト、ストレート投げて成功だった、正解だった。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。4ホールド目かな。よし、何してんだこら。マルさんにさよなら満塁ホームラン打たれてんじゃないよこら。西さん、やはりホームランでのサヨナラは何をしてんだこら。盛り上がりますね。いやー、本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティング。まあ正直今僕個人としてはね、僕の防御率とかセーブ数ぐらいしか気にしてませんけど、それでもこれはダメだよ。で、まあ、ドロップカーブの経験値も増えたんでね。よし、あ、まだーす、通算20ホール。なるほど、よし、じゃあ投げれば巨人戦で終わりかな。もう一回投げたら多分巨人戦で終わりにします。戦で出番がなければ強い雨がグラウンドを濡らします。まもなくゲームが始まります。ヤクルト戦、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの22回戦です。ジャイアンツが見事勝利を収めました。負けること多いな。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進めるんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想で2桁安打はしてんだけどな。3連敗。さあ東京ドーム帰ってきました。岩隈さんにいい加減かと。岩隈さんに負けるのは正直ダサいよ今のは。野手陣はまあ調子いいか、調子いいからこそね、打ち勝ちましょうよ。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの23回戦です。23回戦でやっぱりもう全部終わりに近づいて。解説は小宮山悟さん、赤星則弘さんのお二人。やべえ、こんなに消化不良感満載のスタープレイヤーあっただろう。よろしくお願いします。いや、ない。よろしくお願いします。最終回、ジャイアンツの攻撃です。いい点差です。さあ、3点リードで迎えました。9回裏、さあマウンドに上がりますが、鈴木ブレること鈴木博翔さん。優勝。赤星さん、この状況をどのようにご覧になってますか。まあ、3点差は無理な点差じゃないんで、なんとか返してもらいたいですよ。さあ、行きましょうか。カットボール。初球は何から入ってくるか。初球ボール。いいカット。
ギリギリに入れたい。おっとそれ打ってくる。打ちるかどうだ。ヒットになった。あちょ何してんの。危ねえ。ベンチの期待に応えました。まあまあまあ、まあ、これぐらいなら問題ない。打順は。よし。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インサイド。オッケーオッケーオッケー。よしよし。マラさん。ライトが取りました。ワンアウトです。さあ2番は吉川と相手バッテリーはゲッツを狙ってくると思うんで、吉川選手そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。ファウルになります。よし、うん、いいまっすぐですよね。はい、高めストレート。オッケー。変化球絡み、ツーアウトになっています。さあビアヌエバ、オッケー。最初は変化球できました。ストライクです。ピアヌエバ、金が鳴るなに放流陣。キレがありますね。うん、確かにキレがいいように感じますね。ノートツーストライクです。めっちゃ気悪いな。もう一丁、高め。フラもね。さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね。まあ、バッター、変化球絡み、ドロップカーブ。試合終了。新球種ドロップカーブ。決まってる。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。ちょっと難易度下がった。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね。最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね。次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。今日は文句なしのピッチングじゃないですか。大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。9セーブ目、20セーブに王手をかけました。やったぜ。というわけで、次回から横浜戦ですね。現在首位なんで強いんだよな。以上見つけくださいでした。次回の動画でお会いしましょう。次回も頑張ります。それではバイバイ。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。